ノクさんこんにちは。そうですね、 YouTube の発信に対する規制っていうのはまあまあしょうがないですよね。 YouTube っていうのもいろんな事情があって、本当は自由にねやっていきたいんだと思うんですよ、 YouTube っていうのは。でもこれだけ認知度が広がって、いろんなねモラルですとか犯罪に関わることとかアンダーグラウンドの人が入ってくると、一定の規制をせざるを得ないのかなと思っちゃいます。これはまあ別に言論統制でも陰謀でも何でもなく、発信力、影響力が強くなってくると、それなりの一定の社会に対する影響とモラルってものが問われてくるってことなんでしょうね。さもなければ YouTube の存在自体がどっかでねオミットされてしまうってこともあるかもしれませんもんね。で、私としてはね、そのオフラインが強くなっているっていうのも、まあ、考えることはできるんですけども、クローズドな発信媒体っていうのを持つことができると思うんで、 YouTube で集客して核心はそちらの方でねっていう風な、そういうコミュニティが増えてるような気がするんですよね。で、アンダーグラウンドな情報とか都市伝説系っていうのはエンターテインメントとしてはね面白いものが結構あるんですけども、まあ、事の真相に触れるものっていうのはそのダークウェブっていう風な一般の検索ではたどり着けないようなところに放り込んでおいて、いわゆるキーをつけたものとかね、パスワードをつけた状態のもので、そこで閲覧するっていうことで世界を広げてるんではないかなと思いますね。うん、まあ私の速稼塾でも公開限定ってのは結構ありますんで、そちらが言ってみればダークウェブということも言えるかなと思います。これからそういうふうな、まあこのコミュニティに引き込んでおいて、そのコミュニティ独自のメディアの方で、展開するっていう形が増えるのかなっていう気もするんですよね。まあ実際いくつかそういうのに私も所属しているんですけども、まあでも目新しい情報はないですね。なんかいろんな説を妄想してぶつけ合ってるうちに新しい説ができるみたいなのを繰り返して、何とも根拠に乏しいことと、その裏付けとされている情報もなんかそのフェイクのニュースっていうのが結構あるんですよね。要するに日本で言うと、そうですね、トースポみたいなスポーツ新聞がなんか UFO を見たみたいなことをね書いたりとかね、見た人の証言みたいなのを記事に書いてるとすると、それをメキシコのどっかの国営メディアが取り上げて、日本では宇宙人がいるらしいみたいに、日本で報じたものをちょっと脚色して事実としてお届けする。その事実ってのは宇宙人がいるって事実ではなくて、日本でこういう記事が出たよっていう事実をお送りしてるというね、なんとも曖昧なねやり方だったりするんですけども、昔矢尾純一 UFO スペシャルってのありましたけども、あれも結局現地に行って事実をお伝えしますっていう、事実ってのは何かっていうと、宇宙人となんかね関わりがあってプロジェクトの陰謀をなんかしたっていう、宇宙人のその秘密のプロジェクトの事実ではなくてね、そういうことを言っている人がいるという事実なんですよ。こういう書類が出てきたよという事実なんですよ。で、NASA が存在を拒否すると、やっぱり本当だから拒否したんだみたいな言い方して、結局ね言いたいことを言ってるみたいな状態ですよね。まあだから私も楽しめるんですけどね、ただそうは言っても宇宙人はやっぱり地球に住んでると思います。はい、じゃあ以上でございます。